まだ少しコンボポテトで決めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、フォートレスにスーパーサーブ発動したら守備力どうなんのやっていきたいなと思いますということでですね、ごめんなさい、朝ね、今日今5時ですかね、もちろん、ね、声遅い目かもしれませんが、フォートレスね、以前の検証でですね、まあ、上昇値っていうのがねある程度分かってきまして、そこに加えてですね、まあ、スパソのディフェンス能力上がることも分かってきましたよというところですね。これね、この2つ、じゃあこの2つがですね合わさったらどうなるんだというところですよね。まあ普通に考えてですね、まあ最強ディフェンダーなんのかなみたいなね、まあロマンも溢れるところなんで、今日はねそこをやっていきたいなと思いますけども、まだこの2つのね動画を見てない方はまず見てから見ていただけると楽しめるかなと思います。検証方法ですね。検証方法はスパサブをつけたバルベルデを使っていきます。リードした後半ですねに出場してドリブルを真正面からプレスしてボールの行方をね、見ていくという形ですね。前に弾けたら成功みたいな感じですね。長射普通で固定してドリブルする人は FP のコマンですね。体力ゲージはもちろん、ね、どちらも8割以上、コマンに関してはもう9割以上かな。はい、で今回は100本検証してきました。で今までのですねやつを見ていくとこんな感じでして、で前回一応ねフォートレスだとこのまあ大体プラス5ぐらいかな、でスパサブだとまあプラス3前後ですよねみたいな話をしていきましたよというところで、なので今回はこの成功率がこの 80% のところに乗るのかどうか、このところに注目してやっていきたいなと思います。はい、ということでやっていくんですけど、あのですねいっぱいやってきまして、でここの時点でねちょっともう集計1回してしまいました。80本までやってきてですね、でその集計結果がこちらです。はい、ということで今ねちょうどね60本20本になっているわけなんですけども、まあこの残り20本をね一緒に見ていきたいなと思います。で現状でですね 80% を越すためにですね、あのもう失敗できないですね。うん。でね、あとはまあ 80% を超えないにしてもですね、この 75% がどれだけ変化するのかっていうところですね。あのちなみに5本以上失敗したらね、この 75% 下回ってしまいますから、そのところも注目していきながら見ていきましょう。さあ行きましょう。はいはい、いいですね。はい、3本連続ですね。4本、お、5本、お、ギリギリ、あ、ミスターかいっちゃ厳しいか、あ、やばいかもしれない。あ、ですね、はい、耐えてる、いいね、いいね、いいよ。あ、あ、やばい、4本目、いや5本目、もう失敗できない、もう失敗できない。うっ、おお。はい、ということでね、結構あが面白かったな。ということで5本ということは結果がこうなりました。今までの比べるとこんな感じで、表も比べるとこんな感じ。はい、ということでですね、はいはいはい、今回25本失敗ということで 75% になりましたよということですね。ということでですね、上昇値は5以上にはなってないんじゃないかな、と思いました。でね、今回これ結構面白かったのがですね、50本時点でもね 76% だったかな、そんな感じだったんですよ。要はですね、ずっとですね波があんまなかったですね。ずっとこう 75% ぐらいをねキープしながらやってたなと思いました。20本中だいたい5本から4本ぐらいはミスってっていう感じがありましたね。はい、であとは、スパサブの時みたいにですねギリギリ成功は少なかった印象かな。まあゼロじゃないですけどもちろん、はい、そのところはあったかなと思いましたね。で、こうなってくるとですね、まあ、上昇値ってプラス数パーセント説みたいなね、あの元々の数値プラスかける何パーセントみたいなパターンあるかなと思ったんですけど、まあね、ウィーレ時代はね、これちょっと検証していて、その時ね、上昇値、スキルの上昇値って割とね、同じだったんですよね。数値高くても低くても同じだったんですよね。まあなので、それをね、変えてるとは正直思えない気がするというかね、数値高い方がさらに有利っていうのもなんかね、あんましっくりこない気もするんですけど、まあ現状はなんですけど、あの、ポジト的にはスキルの上昇値は固定って考えていいんじゃないかなって思っております。ね、はい、ということでその辺ねもろもろ押さえた上でですね、今日は結論に行きたいなと思います。フォートレスはスパサブと併用できないとします。
やーちょっと悔しいなーっていう、ね、気もしますが、まあまあロマンだったしね、まあねって感じなんですが、まあただどっかでねなんとなくそんな気もしてたっていうねっていうのも正直なところですかね。はいね、かつてね、まあ、絶好調スパサブとか検証しててね、まあまあなんとなくそうなのかなっていう、ね、気もしてたはしてたんですけどね、まあスキルとか調子とかも含めてなんですけど、上昇値には限界があるんじゃないか、そんなところがですね、まあ現状言えるところかな。まあただ改めてね、絶好調フォートレスとか、もしくは絶好調モメンタムとかですね、この辺に関してはまあ改めてやってもいいのかもしれませんね。はい、まああとはね、かつてね絶好調スパサブってあったんですね。あのスパサブがスピードで上がってた時代ですね、ウィーレの時のね、ヤンコリルとか半端ないことになってたんだけど、そういった意味ではですね、その時はもうスパサブが強すぎた時代なんですけど、まあそのイメージが強くてね、今もねかなり強い感じになるんですけど、まあインフトになってねスパサブはこれだいぶ、まあ、弱くなったというか見直しされたというイメージなんですけどね。はい、まあという意味ではそうですね、改めて絶好調スパサブっていう部分の検証もねやってみてもいいかもしれないですね。今回あのディフェンスと決定力みたいな感じで、ディフェンスの方が分かりやすいけど、あの分かりやすく変化が出ることは分かったので、うん、なので、まあ、そういった意味ではこの辺はねもう一回やり直してもいいかな、やろうかなっていうか、うん、そんな気はしております。はい、ということで、まあ、あのタレントポイント振り直し間に合ってよかった、はい、一応まとめておきますとこんな感じで、後半リードしてるときね、ここはね発動しますよ、これあの途中出場じゃなくてもね後半リードしてるときは発動しますよという感じですね。例えば後半リードしてて同点に追いつかれてまたリードしたらまた発動しますからね。でディフェンス能力に関してがプラス5程度ですよという感じです。でスパサブとの併用はできませんということですね。あとはディフェンス能力というのがですね、まあ、アグレッシブとか守備意識もまあ上がっていると仮定していいかなと思います。ディフェンスに関する能力が上がるという説明になっておりますから、まあ、そこはね一緒に上がっていると考えていいかなと思いますので、サイレントポイント振るときもねプラス5みたいなイメージでね考えておくと一番良いんじゃないかなと思います。はい、というところですね、こういったところを踏まえてですね振り直しいっぱいしといてほしいなと、今のうちにねしといてほしい。で迷ってる場合はですねとりあえずリセットだけでもいいので、しておくと良いかなと思います。はい、というところ、こういうところを踏まえてですね、この動画良かったら高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 X もねフォローしていただけると非常に嬉しいです。はい、ここからね雑談になっていきます。ということでですね、いや今日良かったな。でも一つね、まあ確かめておくことは必要なのでね、まあ過度な期待はしすぎないということも大事ですからね。はい、そんなところかなと思います。まあ、この辺はね参考にしてみてください。あ、てかさ、まあちょっとオリンピックがやっぱ面白すぎて見ちゃうっていうね寝不足になってないですか皆さん。まあユーロの時みたいな感じになってますけど、今もねこれ日本対イスラエルのハーフタイム撮ってるんですけどね、この後がちょっとどうなるかなっていうね、ちょっとドキドキとワクワクしながらやってますけども、まあ、ただねあの暑さもありますから、皆さん本当に体調不良だけは気をつけてください。僕もちょっと煮崩れしないようにですね、頑張っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。皆さんもね体調には気をつけてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想グレム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですねフォートレスについてやってきました。タレントポイント無料がね終わる前に、一つねできたことは良かったかなと。今後もねちょっとねスパサブに関してはまたいろいろやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。